今回はジャンヌ君と七日さんとオパシさんで一緒に BO3 やっていくよ。よろしくお願いします。何話すんですか？昔と比べて何が変わったかというのをね、比較しながらちょっと懐かしい話をしていきましょう。 BO3 ってこれ何年前ですか？ 4?4?3? じゃあ4年前の話ですね。3年前。あぶね。お、ナイス。うわー、くそ。オパシさんが変わったなと思うところは、顔出ししたこと、絶対しないって言ってたんですよ。ああ、まあね、絶対しない。僕ら同業者にもするメリット絶対ないって。いやー、なんかもう慣れてしまったっていうのもあるよね。当時はなかった、多分。当時はそれが正解だったんだけど、時代が変わっちゃって、フォートナイトだとか、なんかいろんななんかゲームで、まあ、みんな、プロゲーマーがみんな顔出すようになりましたもんね。そう、だからなんか、別になんか、別にルックスが悪くてもそんなに叩かれない時代になりつつあるから、まあ、まあ、いっかっていう。まあ、確かにみんななんかそういう、なんかこれについて叩くとか、人のなんか容姿についてどうこうっていう文化はなくなりましたよね。だいぶ差が減ったよね。シャンプー、初めて出した時めっちゃ叩かれたやん。確かに。あれ角度が悪いっすよね。あれはまあ、いや、シャツのファッションが悪かった。子供部屋おじさんみたいな。子供おじだ。子供おじ。あれはシャツがあるよ。うおー、ナイス。僕変わったところなんかあります？昔がだってほら、あの BO3 が顔出し、収入そこ一応、それ僕オパサに言おうかなと思ったけど、無理だろうなと思って。同じコールオブデューティーやってる僕が収入変わるわけがないじゃないですか。 BO3 って変わんないですよ。全然違うでしょ。いくら、じゃあ何倍になった？いやいや、10倍ほんとか？ BO3 の時から10倍か？はい、 BO3 はあのみんなが最後まで動画見てくれて広告収益高かったんで。はい、嘘つくみんな最後まで広告見てくれたんで。そういう感じで嘘ついていいんだよね、今回は。あ、いや、ちゃいます、すいません。え、勘弁してください。じゃあ BO3 初期、じゃあ BO3 のマックスとここ1、2年のマックスだったら何倍ぐらいになったの？待って、その話俺絶対できないかも。俺が一番えげつなすぎるじゃねえか。じゃあ僕はじゃあ BO3 の一番低い時と比べたら10倍ぐらいじゃないですか今。BO3 の一番低い時と10倍？はい。おー。マジで言ってんの？低い時言ったら。だって BO3 初期の頃なんて僕、まだ、あの、一人暮らしでひもじい生活してましたもん。あー。月収10る。お？あ、月収10何万の何十倍って言ったさっき。いや、やめましょう。はい。そういう話やめましょう。はい。そういう話。はい。すっごい。ボケ取り、久々にボケ取られた。はい、すっごい。人気 YouTuber すごいね。七日さんはどうなんですか？BO3 でも案件があった時とない時と結構差があったかな。確かに結構でかいですよね、そこ。てかシャッスの場合は面白いのが、コールオブデューティー AW でバズって、 AW の時日本で一番コットで再生数良くて、で大学辞めるっていう、コールオブデューティー AW で大学辞めるって、まあまあギャンブラーだぞ。そこだけ聞くと、まあ確かに大学辞めた理由 AW、 結果的にまあ結果オーライだったんで。まあね、当時さ、なんかさ、あの AW やっててさ、仕事辞めたっては言いたくない、あ、なんか就職しないとかって言いたくないからってカメラマンとか嘘ついてなかった？なんか、いや、だから、あーね、あのクリエイターとかそういうところにね、なるんですよ。あー、確かに仕事辞めた時の叩かれ具合は半端なかったですね。ね、僕あれ見てたって、仕事辞めたって絶対ツイートせんとこうと思ったもん。ああね、うん、まあそういう時代だったよね。え、COD やってて、ぶっちゃけ COD で何人知り合って付き合いました？ COD で知り合った？0000、はい、ジャンヌさんはあれ COD で何人抱いたんですか？何人抱いただろう、わかんない。あ、いやけど、何人かは。え、どうやって、どうやって、どうやってでの、どうやってつながり、つながり、いや、深くまで話せないけどね。え、深く話してください、そこは。あ、じゃあ一つだけ聞いていいですか？はい。コールオブデューティーと YouTube どっちで大体人数の多いですか？ YouTube ってのはリスナーさん。いや、それは判断はお任せします。あ、同業者かもしれないとか。いや、なんわかんないですよ。いや、僕同業者はないっすけど。同業者わってなんすか？わっていや、けど、あれ、それはもうけど、あるじゃないですか、あの、ギュウギュウしてもらいたい。ああ、なんか、やっぱだすごいメンタル削られる仕事なんで、はいはい、やっぱ寂しいなって思ったら、ギュウギュウ欲しいなっていうのが、まあ、過去何度かぬくもりが、ぬくもりがね。で、どっちが多いんですか？いや、別にコールオブデューティー出会って言ったらリスナーさんじゃないですか。あ、そういうことなんだ。いや、だてっきりほら、クラメンとかさ。ああ、じゃあ、あの、全然 YouTube の方が。
全然何の解決にもなってない。じゃあ YouTube の方が抱いてますね。奈良さんはいや全然そんなんだって他人との関わりを拒絶した男がなんでこういう時だけ陰キャムーブするんですか。いやいやいや、おばさんはどれぐらい。いや俺もあの他人との関わりを拒絶した人間なんで。えこれ僕がギルティのって男になっちゃうじゃないですか。あ、じゃあコールオブデューティーとコアコードで大体人数どっちが多いですか、おばさん。いやあの僕はあの誰とも関わらない陰キャムーブなんで、あのどっちもゼロキルなんで。田中さんはフォートナイトとコールオブデューティーどっちの方が。ないっすけどね、そんな昔話しろお前ら。やれるアプリ決定戦みたいな話やめろ。ちょっとあの黒歴史を語りましょうか。いやまあ黒歴史で言ったらもうあの AW で再生数バズって大学辞めるが一番黒歴史でしょ。いやそれ割とね、割と初公開ですからねこれ。じゃあシャス、あれ俺らがみんなで格安ピンサロみんなで言ってた話する。どうなんですかね。どうなんですかね。みんな金がない時ですか。そう、金がない時、金がない時もうヒイラギさんの登録者がまだ2万とかで、まじみんな金が。俺らはまあ若干あったけど、若干あったけど、まあでもヒイラギさんもいるしねみたいな感じで、あーなんかちょっと気を使って、そうみんなで安いお店行くかーっつって、そしたらもうなんか全員おばちゃんが出てきて絶望みたいな。当時のなんかあったかな。ジャンヌ君がさ、めっちゃさ、月収40万ぐらいはあったくせにさ、はい、いや、金ないわーっつって、なんか、燃やし生活しなきゃって、ツイッターで言ってんの、マジキモかったよね。あれ、マジキモかったよね。逆張りアピー。そう、うわ、マジなんか、うわ、5000円課金しちゃったから、明日から燃やしだーとか言ってるくせに、月収40万以上あったみたいな。あれ、うざいよな、マジで。けど、あの時って僕、一人暮らし、初めての一人暮らしで、はい、でかつ、ね、まあ、家賃は安いとこ住んでましたけど、やっぱめっちゃ不安だったんですよ。はいはい、まあ、その不安の表れからで、やっぱそういうガチでそういうもやしとかは買って生活してましたよ。それは金持ちだってもやしは食いますよ。確かに、もやしは確かに。スーパーの安売りとかでやっぱそういうものを見つけて安売りのものを作る当時ハマってましたね。ああね。決してそういうアピをしたかったわけではない、なきにしもあらずかもしれないですけど。貧乏ごっこ。貧乏ごっこ。なるほどね。余裕があるからできる。あ、いや、みったらしいやつやな。いや、かといってね、金持ちアピも臭いところあるじゃないですか。かといったら、やっぱブランディング的に。ブランディングって言いましたよ、この人今。ブランディング的にやっぱ、どっちがいいかって言われたら、ね、貧乏っぽい感じの方が。まあね。愛されキャラとしてはね。あ、けど当時僕モテないアピとか、その彼女いないアピとかはちょっとあったかもしれないですね。ああ、あったね。ありましたね。てか基本彼女と別れてから実は彼女いたっていうのを多分後々動画に話してるパターンなんで。キモ。彼女いた時に多分彼女いるって動画上げたことないですよ。まあ上げたらだってやれる女の子減っちゃうもんね。そうなんですよ。そうなんですよ。彼女いるってバレたらやれる女減るもんね。間違いない。なるほど。まあ素直でいい子ですね。本当ですね。まあこれもブランディングっすね。素直でいい子。やれる実況者っていう。なるほどね。だって奈良香さんまだそもそもそういう話しないし、おばさんは童貞アピ多かったっすね、コールオブデューティー。奈良香は本当にモテないもん。いや、やりください。そこの返しができる。アピじゃねえんだよさ。奈良香は本当にモテないからダメ。え、奈良香さんじゃコールオブデューティーやってる間に何人彼女出てきます。え、コールオブデューティーやってる間に彼女なんて出てきたらもうこの、ああ、ほんと、一回もできたことないですか、その、コールオブデューティー。だって、コールオブデューティーやってる時に彼女作る時間なんてあったら、コールオブデューティーやるでしょ。やんないよ。やんないよ。やってたんだよ、こいつは。だから BO4 も、ビオちゃん BO3 も1000レベルなの。レベルですね。本気度が現れるんですよ。千里美は童貞ってことなんですね。童貞とまでは言わないけど、プライベートの時間投げ打たないといけないでしょ。はい、違うの、すごい。お前みたいにやれるかやれないかでしか物事判断してないの。シャツは相手がマウスかパッドかしか意識してなかったの。こいつマウスだろ。そうこいつやれるかなやれないかなとかじゃない、こいつパッドかマウスかっていう判断基準でしか人を判断できない子だったから、この子は。な
まあ、何かを得るには何かを捨てなくちゃいけない。ノーペインノーゲインだからそっか。え、おぱさんはなんか童貞アピ多かったっすよね。なんかあれは違う、あれは違う。俺の場合は遊びすぎてたから、じゃあいろんな話してよって言われるのが嫌で、だったらもう童貞ってことにして全部言わんどこって思ったの。逆俺の場合は。いやけど今はなんかもう赤裸々に語ってるじゃないですか、はいはい、公約報道の方では、はいはいはい、それはどういう心境の心変わりなんですか。いやもう隠しててもキリがないし、隠してたらネタがない。ああそういうことなんですね。もう登録者少ない頃、登録者2000人の頃、僕は牛角のお姉さんにその事情を説明してお祝いしてもらいましたよどういうこと？どういうこと？いやなんか今日記念日なんですよねみたいな、ちょっとなんで焼肉来たんですかみたいな話になって、それで何ですか、登録者2000人いったんですよ、すごいですねみたいな話をだいぶ昔やりましたね。かわいい、かわいい。2000人で牛角友達と食べに行ってましたよ。やば、贅沢じゃん。そうですよ、もう俺めっちゃあんあん言ってたよ当時いや、あのめっちゃ安いところだ。登録者3万ぐらいまでめっちゃアンアンばっか言ってたよ。アンアン意外といいんですよね。安いやつですよね。アンアン安くて美味しいとこ。牛角の食べ放題を値段気にしないで、食べ放題で値段気にしないってもはやわけわかんないけど牛角の食べ放題を気にせず行けるようになったのは登録者10万20万からじゃない。確かに。で徐々に行くようになったのは30万ぐらいからじゃない。1周回ってそういうとこ行かなくなり始めるもうあー確かにそれはありますね。美味しい1000円の定食屋さんの方がエコだよねみたいなこの前やばかったのがおばさんとどこ行こうかってなった時に一周回ったっていう話で、だからそのもう俺もジャンヌもさ、正直な話別に叙々苑にありがたみもんないじゃん。ないっすね。もうなんかもうあ、まあこういう味だよねっていうのは分かっちゃってる。それ美味しいのは分かってるよ、美味しいのは分かってるけど、別に明日にはうんこになってくんだから別に徐々にやる必要なくねっていう領域になっちゃって、結果なんかこの間2人で日高屋行ったんよ。はい、で日高屋行ったんだけど、一応俺年上だし先輩じゃん、だから日高屋で、はい、お前ここで好きなだけ食っていいぞっつって好きなだけ食べていいよって全額俺がおごってやるっつって、はい、で腹いっぱい食べて3000円でした美味しいっつって美味しいっつって最高。一品一品が感動だったんですよ、うん、できた。3年後僕らじゃあ逆にどうなってると思う、最後の締めとして。え、言ったらこれタイムカプセルですよ、3年後の自分に向けて。なんかだから別になんか変わんないっすか。変わんないんじゃない、相変わらず好きなゲームあげてると思うよ。どっかでまたね、みんながハマれる作品が来たらいいです。今みんなバラバラなんで。確かにみんながこう共通でこれ楽しいやろうぜってなるようなね。なかったですね。 BO6 でみんな遊ぼうね。5じゃないですよそこ。6、5だったら多分まだ揃わない。ああまあ 6になってやつ。そう、6ぐらいになったらさすがに多分揃う、ワンチャンまた揃うか、多分みんないなくなってるか。いなくなってそう6だってみんな引退してそう。だからまああと5年後になるか3年後になるか分かんないですけど、みんなでこのメンバーで集まって同窓会同窓会シャープ2 6年後になるか分かんないですけど会いましょうね。またね、またね、バイ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 。うるっくそげだな チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。